こんにちは、速稼塾の久保です。いや、昨日のね、暗号通貨の暴落すごかったですよね。ビットコインを大量利確した人が現れて、それに巻き込まれて損切りなどね、利確をした人が多かったのかなと思いますけども、それにつられて他の暗号通貨もやばいんじゃないかなってことで、これね、ずいぶん値下がりしましたよね。ただですよ、長年暗号通貨に関わってると、やってるとね、これね、結構あるんですよ。それこそね、今の高水準で起きた時もありますし、2017年は今よりもだいぶ低水準でね、この利確が起きてだいぶ値段下がったんですよ。その前にもね、あるんですよ。何回も暴落だ、終わったとかね、暗号通貨はもう終わりだとかね、あったんですよ。ハッキングだとかなんとかね、で、あったんですけども、そのたんびにその暴落の時を乗り越えて、さらにね、高値をつけてきたのが今なんですよ。2021年なんですよ。で、2022年、2023年と暗号通貨の市場はなくならないでしょ。なくならないということは拡大するということでございます。というのが、それぞれの暗号通貨が一体ね、どんな機能を持つのかってことがだいぶ色濃く分かれてきたんですよ。例えばビットコインって何に使われるかご存知ですか？知らない方いるでしょ。知らない方が知るようになると、さらに確信を持ってビットコインを買うようになるんですよ。そしてビットコインを実際に使うような時期も来るんですよ。まだ価格がね、安定してないのと、値上がりを見込んで売らない人がいるから、これなかなか使えないんですけどね。ただ決済手段としてのもうフェーズは整ってるんですよ。使う人が少ないってだけです。まだまだホールドしておくことによって、その利益を最大値にしようと思ってるんですよね。で、イーサリアムを利用した様々なプロジェクトがあります。そのほとんどはダメになりましたけども、ここまで生き残っているプロジェクトっていうのはかなり強固なもので、信用を得てますし、実際に実動してるでしょ。ところでイーサリアムって何使うかご存知ですか？どういった特色があるのか、ビットコインと何が違うのか、そして最近私が話題に出しているトロンという暗号通貨は今日17位ですけども、このトロンって何で存在してるか説明できますか？わかりますか？何に使うと思います？だからちょっとトロンの話ちょっとしましょうか。トロンっていうのはね、デジタルコンテンツの配信とか保存とかね、こういったものに使えるんですよ。どういうことかっていうと、まあ日本全国、世界でもそうですけども、映画ってあるでしょ、音楽ってあるでしょ、その他歴史的なコンテンツってあるじゃないですか。500年前のもしかしたら映像があるかもしれない、1000年前の書籍があるかもしれない。それをトロンという分散型プラットフォームが保管することによって、世界中、もっと言ったら宇宙からでもそれが取り出せる、そんなプロジェクトじゃないかなと私は理解してますよね。もちろん保存もできますし、そこにアクセスすることによって何がしかのトロンを提供することによってコンテンツが提供返されるというね、売買も成立するんじゃないかなと思うんですよね。で、永久にそのコンテンツを保存したい方はトロンというものを支払ってそこに埋め込むみたいなこともできるんじゃないかなと思います。私が理解して説明できるのはこのぐらいなんですけどね、もしかしたら誤解もあるかもしれませんけども、それにしてもですよ、こういった理解が進んで、この通貨についてはこんな感じじゃないかなってことを話せる人が徐々に出てきてるのが今なんですよ。私もその一人ですけどね。そして、じゃあリップルって何に使うの？国際送金でしょ？じゃあジンフィンネットワークと何が違うの？っていうふうな、ちょっとマニアックなところまで説明できる方も今いるんですよ。そうなると、暗号通貨って、なるほど、だったら使えるよね。あ、だったら使えないよねっていうのが、だんだんはっきりしてきてるってことなんですよ。まあ、ですんで、今、暗号通貨は軒並み全部上がってますけども、この中でさらに淘汰されるものが生まれてきます。それは、今回みたいな暴落によって上がってこない通貨なのかもしれません。確実なことはまだ全然言えません。なぜなら、確実なことは何で言えないかっていうと、確実なこと言えないですよ。投資事なんで、未来のことなんで、わからないです。わからないから、一点集中できないんですよ。私もそうですけどね。まあ、そんな感じで、暗号通貨がなんで暴落するか、なんで急騰するのか、それは理由をつければつけられないことはないですけども、これは現実、世の中だからなんですよ。人の気持ちも上がったり下がったりします。やっぱりね、心理ですから。通貨が買われるか売られるかも、やっぱりね、売られたり買われたりするんですよ。上がったり下がったり。そしてこれは確実なことなんですけども、値段が上がれば利確する人が出るってことなんですよ。だってビットコインをね、1枚1000円とか2000円の頃に10万円買ってた人って、そろそろ良くないですか、もう今利確しても。ということで、よーし、十分上がったから、まだ上がるかもしれないけど、いいや、利確しようと思って、例えば10ビットなりね、1000ビットなり1万ビット利確した人がいたら、それはグーンと下がるでしょ。今
大きく1ビットの単位が大きいわけですから、数年前みたいにね何千とか何万円じゃないんで、今はね700万とかつけてたわけですから、じゃあ1ビット売っただけでも700万下がるわけですから、じゃあ1万ビット売ったらどうですかってことですよね。だから今ね売り幅ってのが大きいんですよ。最近買った人はなかなか1ビット10ビット売るってことはできないと思いますけども、でもねやっぱりね数年前にもうすでにビットコイン仕込んでた人は10ビットとかもう持ってる人いるわけですから、普通の人でも。なんかよくわかんないけど10万円分買いましたとかね、30万円買っておきましたとか、間違って100万円買っちゃいましたみたいなね、100万円って買っちゃった人が当時ね1万円ぐらいで買った人、100ビット持ってるわけでしょ。100万円買った人が100万ビットか100万ビット売ったらそれは暴落しますわって話ですよ。これ一人のアカウントがやったらそうなるってことですからね。いわゆるクジラです。クジラっていうとなんかね闇の勢力みたいな気がしますけども、普通な人の中にもクジラって結構いますからね。でクジラってレッテル貼られて困ってるかもしれないですよね。だってねビットコインなんてよくわかんない時に、なんか知んないけどあのセールスマンに騙されてっていうかね、当時の表現では騙されて100万円払っちゃいました100万円ビットコインを1万円の時に買って、なんかね100万ビット持ってますと。その100万ビット何だったのかよくわかんないし、アカウントとかウォレットとかもよくわかんないけど持ってました。最近になっていろいろと分かってきて、じゃああの時のビットコインいくら買ったかな、ちょっと復元させてみようかなと思ったら、うえー100万ビット7億円もあるみたいなね、そんな人が出てくるわけですよ。はい、慌てて利確ですよね。大抵そういう方は70代ぐらい80代ぐらいですからもう早く下ろして早く使わないとみたいなね。で税金のこともねちゃんとやらないとなと、税金も整備されましたんでね、高いながらに。だから税金のことも計算しながら、覚悟を持って利確することができるんじゃないかなと私感じますけどね。ぐだぐだ話しましたけども、ちょっと画面を切り替えて現実見てみましょうか。どうぞ。それではねビットコインなんですけども、なんか600万のところで止まったのかなって気がしますよね。でイーサリアムは、まあ、あんまり変わんなかったですね。250、60万から30万いくかと思ったけども240万数日前に戻ったような感じです。そしてリップルなんですけども、200円ってのはちょっとできすぎだったですよね。150円前後でまだまだうろうろしていて、底固めをしていた方がいいんじゃないかなってとこですね。で、エーダに関しましては137円。なんかね、エーダコインはね、4円5円を長く見続けたせいか、137円なんて夢のような金額ですね。で、個人的にプレセールで買ったものとしては 0.2 円なんで、もう137円でも十分じゃないかなと思うぐらいですけども、いやいや、これからですよ。まだ1桁、2桁変わりますからね、エーダはね。じゃあ、17位の、ファイルコインになってる。ファイルコインは私ね、よくわかんないですよ。買ったのに。500万ぐらいファイルコイン買ったんですけどもね。なんかね、お金持ちになるはずだったんですけども、あれはどこに500万送金したんだろう。で、トロンですけども、15円ですね。まあ2円ぐらい変わったのかな、私が。あの、3000円もらえるキャンペーンに応募してから。今日あたりね、口座開設に OK が出るといいんですけどね。そしたら私ね、ちょっと買おうと思いますけどもね。はい、ちょっと沈黙続きましたけど、以上でございます。いろいろと話しましたけども、まあ、よくわかんないですよ。よくわかんないなりに、分かっていたことが勘違いだったりね、分かっていないことが分かるようになってきたりとか、日々新しい発見で楽しいんじゃないですか。余剰資金でやるうちは、こうやってふわふわしてられますんでね。で、一人一人余剰資金は違いますんで、私がね、10万円、20万円をポンと入れましたよって言っても、それは余剰資金と捉えられない方から見ると、十分じゃないかなって感じですけども、本当様々ですんでね、その金額の高ではなくて、今この暗号通貨の黎明期に出会えているってことに、まあ喜びを感じればいいんじゃないかなと思います。もちろんね、儲かれば一番いいんですけども、なかなか儲かんないんですよ。これやってもなかなか儲かんない、それが現実でございます。まあ大きく期待せずに夢を持っていきましょうという話でございました。失礼します。